は本当にさっきも言ったんですけど、結構ゴリッとかっこいいものが求められてここにあるので、もうしっかり自信満々に堂々とかっこいいところを見せつけてやりましょう。その言葉通りステージでは自信満々堂々のパフォーマンス。国境を越えて5000人の観客を魅了する2人。さらに綾瀬さんはアメリカのファンと自信満々にコール&レスポンスしたのですが、こんばんはせい、愛してるんごせい、愛してる、 OK OK great Thank you。ロサンゼルス公演の3日後、サンフランシスコで行った単独ライブでも、夜遊びを待ちわびていたファンがグッズを手に入れるため開演前から長蛇の列を作っていました。さすがにめちゃめちゃ疲れたね。出し切った、乗り越えた。これは充実感のある疲れだね、完全に。いや、この2週間の経験はこれからの感じ力になるものになりました。間違いないですね、